私は毎朝主食、主菜、副菜の揃った朝食をしっかり食べます。私は毎日発酵食品を食べます。毎日9000歩、毎日ヨーグルト。ウェルビーイング見つけた。食と健康の研究開発機能を統合した明治イノベーションセンター。メイバランスをはじめとする栄養補助食品、発酵乳、カカオなど様々なカテゴリーの研究製品の開発を行っています。従業員、一人一人が心身ともに、健康で、あるべきだという、考えのもとですね、健康マイブーム宣言を、実施するという、ことになりました。健康マイブーム宣言、目標設定、取り組み方、達成度は自己判断で。昨年も宣言した横山さん。毎日7時間寝ることを目標にしました。犬のアイピローをもらいました。会社から達成賞が。体重は減らさなきゃなって毎年思って、そんなに減らせてないんですね。明治では社員が自主的に集まる活動を支える先進的な取り組みも。組織風土だったりカルチャーを良くしていこうっていう活動をしているチームです。社内の風土を変革するために立ち上がったワーキングチーム、ミート。仕事の時間はやっぱ楽しくやりがい持って働きたいなって思ってるので、会社組織にとっても個人にとってもこうウィンウィンの関係で、まあ、いわゆるウェルビーイングというか、お互いにとってそういうことが実現できるような活動につながっていくんじゃないかなというふうには。仕事をする中で個々のやりがいを満たすために、社員同士が何でも言い合えるようなありたい姿を議論しています。社内にはこうしたワーキングチームがいくつも立ち上がっています。多様な個性っていうものを受け入れて生かし合う力っていうものを高めるために、この ERG っていうのは作られました。それぞれがこういうことを感じながら仕事ができる場所を作っていくっていうのが目標です。社員自ら心身ともに健康な職場を作る。そこから新たなアイデアが誕生します。